サイモン・フレーザー大学、バーナビー・キャンパスサイモン・フレーザー大学は、カナダ・ブリティシュ・コロンビア州メトロ・バンクーバーに属する、バーナビー市日本教区州立の総合大学。1965年に創設され、カナダ西海岸を開拓した探検家、サイモン・フレーザーにちなみ命名された、環境学やビジネス、犯罪学、刑事法学の名門校である、学生数は、学部生が、 約29,700名。大学院生が約5,500名である。創立以来の卒業者数は11万1000名を数え世界約130カ国に分布する。毎年マクリーニエス市場で発表されるカナダ国内の総合大学ランキングにおいて2008年度から2016年度にかけて9年連続で第1位を獲得。 スペインのナショナルリサーチカウンシルのサイバーメトリックスラボが発表する世界大学ランキングでは76位と高評価を受けている。1963年1月、ブリティッシュ・コロンビア州の新大学建設の計画が当時のブリティッシュ・コロンビア大学学長ジョン B ・マクドナルドにより提案された。議会の可決の後、新大学の総長にゴードン・シュラムが就任し、 高度400メートルのバーナビー山に大学を建設することになった。キャンパス全体のデザインはコンペティション形式で競われ、ブリティッシュコロンビア大学准教授、アーサー・エリクソンと建築家、ジェフリー・マッセイのペアが最優秀デザインに輝いた。建築作業は1964年の春に開始された。そして、 サイモン・フレーザー大学は、計画から30ヶ月という早さで1965年9月9日に創立し、わずか2500名の学生でスタートを切った。出展、バンクーバー郊外、バーナビー市内のバーナビー山の上にある、大学本部のほか、バンクーバー市街地とされにキャンパスを持つ。ドラマ、スターゲート SG-1、X ファイルや、映画、シックスデー。 地球の静止する日などのロケ地として使われた。スフパイプバンド2003年7月5日、NHK のドジマンがバンクーバーで開かれた時、ワールドパイプバンド選手権で何度も世界チャンピオンに輝いた東海大学のパイプバンドが登場した。日本のテレビに生放送で登場したのはおそらく初めて。ありがとうございます。